さあ料理を始めよう。 100% 植物性、砂糖ゼロ、日本生まれ、簡単、楽しい、美味しい、感動がいっぱいの未来食大和なでしククッキング。今日のテーマは、そう、生でも食べられる山芋、きゅうり、これをですね、さっと炒めて食べようという。これ山芋です、長芋じゃなくて山芋。これひげ根取ります。 200g ぐらいでいいんで、先の方だけ。これもね、皮ごとが美味しいんで、こうひげ根をこう焼きます。意外と焼いて大丈夫。焼きました。で、200g ってどのぐらいかな、ちょっとこのくらいだということにしてみようか。はい、まあ、あんまりね、ちょっと邪魔なのはでも大丈夫。いいかな、OK、この気になるとこだけちょっと取って、で、皮ごとです。この皮も美味しいので、まずね、こう、こっちヌメヌメするので、きゅうりを先に切るね。長芋は底も均一だから、斜め棒切りにしなくても、このまま皮付きのとこもたまにあるという棒切りにしようと思うので、同じ長さくらいの斜め切りを作ります。きゅうりはね、やっぱり真ん中とこう皮のあたりが成分が違うっていうか、組成が違うから、こうやって斜めに切って全部一緒、きゅうりのエッセンスが全部入ってる棒切りがいいのね。なので、こんな風に棒に切ります。多そうだから、これくらいでいく。どのパーツにもこうやって皮がついて、中心も外もあるっていう、どの子も平等に中心も外もあるっていう、このエネルギー、やっぱり食べ物ってもう一つはエネルギーなので、エネルギーのバランスだから、丸いものは必ず丸く、ね、放射状に切っていくとか、こういう千切りも縦にしちゃうとね、皮ばっかりの子とか。山芋は均質なので、あんまり気にしなくてもいいのね。逆にボロボロなっちゃうので、やっぱり野菜によって全然扱いがなんか増えるでしょ。いつも思うの、切るって、切ってね、ほら気合の木だから、切るってエネルギーなんだ。野菜を切るってことはエネルギーを与えるってこと。同じように、これは縦に、ね、皮ついてる方がぬるっとしたりしないで切れて、やっぱりいいよこれ。あ、なんか増えてませんか。増えてる増えてる。で、これを縦にね、今棒に切っていきます。これね、滑るから難しいよねあんまり急がず、滑らない程度の場所でまとめて切ろうとかしない方がいいかもこのトロトロがね、すごい体にもいいらしいよ。一番いいのはね、山の中で勝手に生える自然薯だけど、芋ってどっちかっていうと芋類って体冷やすので、割と南方のもの、さつまいもなんかも、だから薩摩から来たからさつまいもなんだけど、じゃがいもも冷えるって言ったし、自然薯はね、冷えないのよ。だから同じでも、この山芋は意外と野菜の中ではクーラーじゃないのね。昔から精がつく食品って言われてるのね。まあ、このまま食べても美味しいのにねっていう感じだけど、これをね、ほんとにさっと炒めて、塩と醤油で味付けた上に、最後にごまを絡めるというね、タレをまとめてからやるのとは全然違う新しい感覚です。きゅうりの方が少なそうだから、きゅうり全部入れちゃおうかな。で、野菜はね、グラム数とかよりも1本2本だから、まあ1本2本ってやって、で、なんとなく野菜ちょっと多めになっちゃったから、じゃあちょっと醤油足してみようかなとか、ちょっと塩多く入れようかなみたいなことでなるので、あんまりね、野菜が3センチ残ってますとかしなくても大丈夫で、今回は塩、醤油、ごまペースト。生で食べれるものを強火でガッと炒めます。はい、これも入れちゃいます。アレルギーというよりはちょっと焼き付ける感じ、焼き付けないとすっごくクーラー食品なので、なかなかね、火が通らないから、あんまりガサガサ混ぜてもダメで、なんか焼き付ける感じかな。ちょっと焼き付けてはひっくり返すみたいな。あ、ほら焼き付いてきた、なんか焼き付いた感じになってきた。
だからこれ半生を食べるって感じ。ちょっと火の通った半生の焼きシイタ、ちょっと妖精か、ちょっとヒーターかけるっていうね。2種類の野菜なのに茶色と白と薄い黄緑と緑と4色もある。山芋がこうつくんだけど、あ、なんかいい感じ、いい感じ。だからこれは半生感を楽しむ炒め物っていう感じ。やっぱね、生だけで食べてるだけだとちょっとおかずになりにくいんだけど、これで十分おかずになる。はい、じゃあまず塩で、もう少し少しの塩で旨味を引き出します。そしたらお醤油、じゃあほらほら、なんかツヤツヤになってきたでしょ。この最後にね、ごまペーストを混ぜ込むの。実はここまででもう十分美味しい。ちょっと食べてみようか。ここでお伝えしてる料理はね、どの段階でも美味しいけど、さらに美味しいみたいなのがたくさんある。だからごまペーストがなくてもやってみて。もう美味しい。もうこれでいいんじゃないかというぐらい美味しい。醤油塩炒めだけでも十分美味しい料理だっていうこと。はい、この仕上げごまペーストってね、なんかコクのある料理を作る。わー、できた。生で食べられる爽やか食材でガッツリ系の料理が出来上がりました。しょくしょくしょく、なんか見るからに違う、もう全然。ほら、これきゅうりで、これもきゅうり、これ重ねて食べないと意味が。食べます。うん、舌にねっとり絡みつく感じが何とも言えない。じゃあテーブルセッティングしよう。試食です。ちょっと冷めちゃったけど、これは絶対ご飯のお供、乗せて、きゅうりも乗せて、そう、ご飯と一緒に食べましょう。カパ一緒に、うん、生の山芋、生のきゅうりとね全然違うので、これならがっつり系男子もこう肉くれとか思わないでパカパカ食べてくれるような味に仕上がってる。ちょっとでできるのでやってみて。醤油炒めの段階でも十分美味しかったので、あれがなきゃこれがなきゃとか思わずに、あるものでどんどん料理しよう、さあ料理しようって、本当に料理始めてほしいと私は思っている。手料理でしか生き残れないという時代になってる。皆さんが思っているよりはこの世界の食状況、環境状況というのは深刻です。これから生き残るのは未来食を手料理する人たち。未来食大和なでしこクッキングで生き残ろう。だから私最初ね、私がやってるセミナーをサバイバルセミナーと呼んでいたのね。本当にそう思ったの。生き残るためにはもう食を変えるしかないって40年前に思ったのが、そこからもう40年間深刻になりっぱなしなので、やっぱり黙っていられない。なのでまずは、でも理屈が分かんなくても、この一品に食卓が変わるだけで、あの一品に食卓が変わるだけで、あなたの命が蘇るかと思うと、どうしても伝えたくなっちゃう。そんな思いでこの動画を運営しています。さて、今日の料理いかがでしたか？響いてくださったらチャンネル登録よろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。